こんにちは姉さん。おお、ありがとうね。呼んくれてね。会いたかったがよ。あ、ですか。なんか姉さんの方から用があるって聞いたんですけどね。じゃんのよ。今言っておかけ。そうじゃった。その前ですよ姉さん。ちょっと質問なんで。年のことなら聞かないでよ。いやいや、そういうことは聞きませんけども、姉さんはですよ、さようならっちゅうのをチャロがしたっていうの聞いたことありますか？あるよ。うちげえお父ちゃんがそげん言ったもん。あ、本当？逆じゃないんですね。いや違うよ。あのね、大家どこん言葉か知らんけどね、そういうのはまたな、チャロがしたっち言ったよ。あ、ほんだ、そうやったた。やっぱり。なご。いやいや、あの人がほら、チロキスさんが、こんにちは、っちゅうな、鹿児島、いや、こんにちはだけど、さようならを聞いたら、なんかすげえ急にやったもんですからね。じゃあよね、ほんとだよね、こんにちはないかなかけ、鹿児島弁で。あんた知らんの？いやいや、知らんから聞いてるんですよ。今日は寒いね。寒いですよ、ほんとこて。ですね、今朝調べた時は12度ちなっちょみたいだったんですよ。寒かったもん、ほんとこて。ストーブ入れ方やったが。あら、また入れちゃなかったんですか？そうよ。やっぱりね、なんちゅうの、クーラーばっかりじゃよ。ほんと室内温度をこう、ただ開くばっかりじゃなくてよ。やっぱり、あのほら、日がもゆっと声がさ。姉さんゲストは日がもゆっとですか？じゃんもんで、日がもゆるようだね。なんちゅうのあれは、チロチロ、こう、モニターみたいのがね、あってね、あるのよ、そういうのが。あ、ほんとですか？ああ、そげなストーブがあったですね。やっぱりね、四角からのね、暖かさっていうのもあるみたいだよ。あんた知らんかったのね。いやいや、もう全然知らんです。私はですね、もう、あれ、床暖房、中央機構までけど、要するにあのあれですよ。床にヒーターが入ったあれ。床じゃなかったの。なんけ、スポンジ、スポンジじゃない。もうあんたはやね、ほんのことでこう表現が下手よね。ですよ。ほんと下手。私と似てるよ。あ、ほんとですか。姉さんも下手。なのよ、ほいで苦労してるの。なんで？なんでちね、そいが今日あんたにね、ちょっとね、相談したかったね。あれなのよ。なよですか。さっき言うたがね、ほら、ちょっと聞いてほしいのが。あれですね。ちょっと待ってくださいよ。どう行こう。あ、ここ当たるあれ、一応は、右の方あれですね。まだじゃ。あんたもさ、道案内はせんでいいの？あ、いいですよ。今はね、もう道案内じゃなくてね、ここ当たる、ここ左行きますね。ここあたりをね、もうただね、ぐるっと回って、今はね、ちょっとね、鹿児島弁のね、構築を掲げてるところですからよ。構築地ないね。いや、ほら、鹿児島弁を玄関の、ちょっと待ってください。あれだ。ここのほら、ジャッとやって忘れちゃった。関町屋からこう見てですね、こっち側からね、見るとね、今この再開発ビル、左側にあるでしょう。ないがね、うっくじい方やよ、ほら。あ、そう、今、壊し方。それのね、こっからね、よく見えるんですよ。だから、ここをぐるっと回ってから、お姉さんの話を聞きますからね。よかよ。そっちがね、最優先だからね、私ののはね、もうね、おまけみたいなもんだからね、好きにしなさいよ。
薄日が差してきた頃、桜島のあの輪郭もきちっきりっとしてる。姉さん、ここですね、あれ、こうビルの工事とかです、壊すとか、それから組み立てるとかですね、早いですよ最近は。だから豆にこんないかん、こっちはね。あれですね、姉さんから見えんかもしれんけども、太陽が出たい、へっこんだいす、あれで、景色が、ないけ、わずで変わる。色彩豊かになったり、そうじゃなかったりですね。面白い。姉さん、今日はですね、吉野方面に向かいますからよ。ほんで、愛ですよ、どうぞーって言った時はもう勝手に喋ってくださいね。なごんですか、姉さん。なごんでっちよ。喋っていいのね。どうぞって言うわね、あんたが。あ、わかりました。ちょっと待ってくださいね。ちょっと小芝居してしまいましたね。反省。人にはわざとすんだ、ちゅっせ。いやね、やっぱりですね、愛ですよね。ついつい、受けを狙いたくなりますよね。だよね、滑るよね、そういう時はね。もうズダーって滑りました、今。ああ、原理話。姉さん、どうぞ。あんね、何やったっけ、忘れた。前回あんたに言わないでください。ね、そう。こん前さ、あんたがよ、生まれて初めて聴いた曲はないかって聞いたでしょう。ああ、あれでしょ、山形への黄色いリボン。そう。あん時はね、そういうふうに言うたけどね、ちごたよ。ああ、ですか。いや、別に構いませんよ。おって、ほら、あんたが歌ってくれたがで。歌ったちゅうわけじゃないんですけどね。あゆ、もう一度歌ってよ、ちょっと。歌うんですか。そうよ。もう原点もくそもないでしょ。はい。ちょっと待ってください、ね。やっぱりね、気合い入れんとね、デジャコントですよ。チャ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 ロロン。チャロロン。あら、まだ信号。もう一度歌いなさい。ああ、しゃあないですね。いいですか。チャ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 ロロン。チャロロン。チャ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 あれですよね。そうがない、そうがないですか。いや、たったそこも。で、そう。え、さっきなんか、姉さんはその愛をやったですよ。何やったっけ。稚児たち。ああ、言ったよ。で、実際は何やったんですか。いやね、そうがね、一時もうね、バーッちゃった真ん中に浮かんできたのよ。何が。その、いろんな歌が。曲が、メロディーが、シチュレーションが、何ですか、それ。いやねえ。あんたがほら、そう、生まれて初めてのうち、あれを聞いたときに、本当で、そう、最初は、あんたが言った、ちゃ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 かちゃかちゃ、なんとかち、そい。そうしか思い浮かがったけど、そういからね、どういうぐらいの頃やろうか、三つぐらいの頃までで思い出したのよ。あら。さあ、愛ですね。
よかこっか悪いこっかわからんけど、よかこいよ、小さい頃のことを思い出してよ。ほんでほら、どげに言えばいけ、なんかね、ビンタの中にね、ビンタスンクジラ、スンクジラちわかるよね。はい、隅っこ。そうそう。そのビンタスンクジラにね、ここあったね、記憶がね、なんかね、ふわーって浮かんできたような気がしたのよ。ほらもう、おいで。おいでほら、チンカドからさ、うちのうちげんよ、お父っちゃんとかさ、タイム。こん前からすぐ言えば、キコキコちょ思いちょったんですけど、お姉さんは市内ですよね。そうよ、鹿児島市内。ああ、ほら、三人は一緒よ、同級生。あれですか、みんなそんぐらい、お父っちゃん、お母ちゃんちょったんですか。ないことね、そこは、いえよ。父ちゃん、母ちゃんちゅう人もやったけど。ちゅうことは、ちょっと待ってくださいよ。わ、カーブが多いな。姉さん、これがね、やっぱりね、鹿児島のね、あれ、自然のね、を生かしたね、住宅地っていうか、あれですよね。ほんのこで鹿児島は坂が多い。姉さん、ちょっと喋り間が長いですね、ちょっとカーブカーブでね。よかよ、やっぱりね、安全運転がね、やっぱりね、最優先だからね。ああ、やっぱりあれだな。地方かどっかに行かんないかんかな。長話をするのは。若干もしれんね。もう、そういうの方がいいかもしれないよ。まあ、ちぎれちぎれでも、ひちぎれひちぎれでも、話を続けて食いやればいいですけどね。ちょっと待ちなさいね。ないから本題言えばいけ。もう私もね、もう忘れた、なんちゅうおかしい思うて。あ、じゃったやった。そうよ。あんたがほら、の一言でね、なんかもね、今までの自分はこひこしかなかなって思うちょった記憶がね、ズンバイアットに気づいたのよ。ほら。いいことなんですよね、それは。じゃんのよね。でだからさ、なんかね、あんたはね、私のね、なんかをね、引き出してくれるんじゃないけと思ってですよ。いや、ですよじゃなかった。思ったのよ。だからほら、あんたげん先輩頼んだわけよ。もう一度、あの人とお会わせくれるのかーっつって。ああ、そういうこと。いや、私は全然構わんですよ。私はね、姉さんにね、ほら、なっけ、鹿児島の、女性言葉っていうんですかね。女子言葉？そうそうそう。それをね、教えてもらおうかと思ってですね。女子言葉ね。何ですか？あんね、そういうもね、あんたにね、いつかね、言わないかんちょぼちょったけどね。私はね、あんまりね、女子言葉は知らんのよ。あら、なんでですか？男の人ばっか遊んじゃったからね。あらま。ほんとですか？ちょっと待ってくださいよ。あ、ほんとですか？そうよ。そいでね。まあ、女子の人もほら、あそっこち遊んじゃったけどもね、まあね、ギッタ飛びぐらいかな、遊んだのは。あ、それぐらいのうちしかないんですか。そうよ。なんかね、もうほとんどね、知識はね、男の人変わらんぐらい。困りましたね。いけ、大体の姉さんの友達で、その、女性言葉についてこう、詳しい人は親なんですかね。まあね、いけんじゃろかい。
そこは誰だ、私は今度聞いてみるからね。それでよかでしょう。あ、もちろんいいですよ。そこで無理にね、言うたちゃいですからね。だけどあれですよ、抜けんでくださいね。もちろんよ。だから私の方からあんたに頼み事があるちゅうかね。あ、どうぞどうぞ。お金のことじゃないでしょう。じゃいもんで、ね。ちょっと待ってくださいね。こっちから行こうかな。あ、まっすぐ行ってみようか。ここは右に行ったことありますからね。何ですか、その頼み事っていうのは。あ、よ、私にはよ、あんたによ、本当のことを言ってなかったちおったでしょう。ああ、なんか前やった、あ、山ん中でですよね。この前山ん中そういえば、恐ろしなかったですか。恐ろしかったよ。恐ろしかったけど、そげんほら、年上だからね、私もね。だから、ああ言ったけども、あんたがこう、スッスッスッって切り抜けたがね。だからこうして今日お話ができるんだがね。まあ、切り抜けたち、そげん危険はなかったですけどね。それで、何なんですか。ちょっと待ってね。今言うからね。はい、向こうから車は来ませんか、どうぞ。あんで、一言で言えばね、私のね、お手伝いをしてよ。お手伝いしなんですか、その、いけないですか、力仕事は私はできませんよ。いや、そうじゃないの、そうじゃないの。やっぱりね、こう、車に乗っちゃうばっかりでいいのよ。今の状態でいいの。何ですか、そりゃ。何ですかって言われるとあれだけどね、もう話がなくなっからよ。言ったな、ここは大体切ろうかい。切ろうかいって言われて。まあ、値下がせやるわ。あれですけど、ほんで一旦ほんじゃ、この辺でお開きにします。ありがとうございました。